はい、どうも、マイグイヌミサヌキです。今回は、備前焼の曜変の続きですね。パッと見て、今までと全然違うのわかるでしょ？わかりやすい、鮮やか。この曜変を、ひだすきっていうのね。火色の火に、たすき。まあ、作家さんによっては、ファイヤーの方の火だったりする人もいるんだけど、まあ、なんていうか、火色のたすき、火のたすきがかかってるって、ちょっと情緒のある表現でしょ。まあいいや。で、どっから説明したらいいけど、もともとは釜の中で器同士がくっつかないように藁を下に引いたり器の間に詰めたりして器を重ねてたりしたのね、釜の中のデッドスペースをなくす有効利用ってやつ、これが土の中の鉄分と藁のアルカリ成分が反応して赤く発色してこういう線になったのね。これが始まりらしいんだけど、そもそもはこうやって偶発的にできたものなのね。だから専門的な話になると、まあ、酸化焼成だとか還元焼成だとか言って、単純に言うとその釜の中の酸素の量によって色が全然変わっちゃうのね。だからこんな感じで綺麗に白と灰色のコントラストを作り出すのが大変だったのね。で備前焼初の人間国宝の金重東洋って人がいるんだけど、そのまた弟の、まあなんかややこしいんだけど、弟かいみたいなね。でも、この弟ね、金重祖山って言うんだけど、この祖山が桃山時代のその火助けの再現を成功させたのよ。しかも、電気窯。この電気窯っていうのが重要で、この電気窯で再現したことによって、今こうして安定的に火助けが作れるようになった。すごくない？もうね、スーパーおじいちゃんだよね。今なら、正直これだけでも人間国宝になりそうなもんなんだけど、兄貴がね、東洋が、まあすごいのよ。本当に。まあ、でもこの話はちょっと また別の機会にしますね。で、この、今回のぐい飲みね、今日も中村六郎のぐい飲みなんだけど、このね、中村さん家の火だすきは、麺で出す火だすきって言われてて、火色の幅がめっちゃ広いのね。超ワイルドって。で、広大な削りね。皆さんお待ちかねの。待ってないって。まあいいや。とりあえず見てください。せーの、ババンという感じで。ね、いつ見ても惚れ惚れするでしょ。このね、さすが六さんっていう感じ。実はこれね、よく見てもらうと、中心のセンターから広大がね、だいぶね、ずれてる。これ分かるかな、下の方に結構ずれてるんだけど、もうね、そんなことお構いなしでね、もうね、バシッと削ってる。これがいいですね。もうね、今日はね、しばらく黙って見てた方がいいかもしれない。ねえ、いいでしょう、これ。ね。ってことで、今回は、備前焼の曜変の一つね、火助けについて触れてみました。じゃあまたね、次のは別の曜変の話にしようかなと思ってますんで、まあ、少しでも面白いと思っていただいたら、高評価、チャンネル登録、お願いします。ではまた。you